皆さんこんにちは。鉄道一人旅のお時間です。どうも、スーツ教信者の仮縫いです。この動画は、撮影者一人が鉄道に揺られながら、ゆったり旅をするという内容でお送りします。さあ、今日は福岡県北九州市の小倉駅にやってまいりました。本日乗りますのは、日豊線でございます。今からこちら、小倉駅から特急、日輪3号のグリーン個室に乗りまして、最後は宮崎空港駅まで旅をしたいと思います。以前スーツさんが、日輪のグリーン個室に一人で乗っている動画を見て、私も、一人でグリーン個室に乗車してみたいと思いました。それでは、参りましょう。止まります駅は、行橋、宇野島、中津、柳ヶ浦、宇佐、木付、亀川、別府、大分、鶴崎、神崎、臼杵、福見、佐伯。小倉駅を出発です。小倉から宮崎まで直通する特急は、1日に2本あります。一つは今乗っている、日輪3号です。小倉駅が始発で、グリーン個室のある787系です。もう一つは、昼間に運行する日本最長特急の、日輪シーガイア7号です。博多駅が始発で、ハイパーサルーンと呼ばれる783系で運行されます。行橋駅に到着です。グリーン席はついていて、小倉から大分まで、一人乗っているだけでした。ここで、グリーン個室の予約の仕方をご紹介します。グリーン個室は、緑の窓口でのみ予約できます。ネット予約はできません。料金もなかなか複雑です。一人で利用するときは、通常のグリーン席料金に、グリーン料金のみ追加すれば乗ることができます。今回の場合は、小倉から宮崎空港までの、運賃6490円、特急料金1650円、グリーン料金2520円の2倍、5040円、合計13180円です。ちなみに、小倉から宮崎まで、ネット予約の割引運賃は8080円です。グリーン個室を一人で使う料金が、5000円ということですね。割と安いと思いますが、いかがでしょう。次は宇野島に停まります。2号車は指定席です。自由席は3号車、4号車、5号車、6号車です。この車でグリーン車サービス及び車内販売を行っておりません。あらかじめご了承ください。お客様にお願いいたします。車内はトイレデッキ含めまして。
Sadowara. Thank you. ご注意ください。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。着きました。終点の宮崎空港駅です。今日は1日、グリーン個室で日光線の旅をしました。5時間以上の旅でしたが、とても快適で、あっという間でした。一人で個室を利用するという贅沢も、たまにはいいですよ。小倉から宮崎に移動するときの移動手段として、皆さんも利用してみてはいかがでしょう。さあ次は、どこへ行きましょうね。鉄道一人旅。ごきげんよう。